モカ太郎の動画。で、寒いね。現在朝の8時過ぎになります。白い息出るよ、見える？まあ、そんな中ね、ちょっと今回やりたいことがあって、はい、こちら、まあ、皆さんご存知の方多いんじゃないでしょうか。任天堂スイッチ、あのコントローラーのこのクリ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 の部分がなんだか調子悪いっておでこちゃんが私に言ってきてね、直したるわっつって預かってきたものがこちらになります。で、このコントローラーの他にこちらのコントローラーもなんだかこう調子悪い、このクリクリが調子悪いってことで、ジョイコンスティックっていう部品ね、早い話がここの部品ね、よいしょ、あ、すごい優しい、修理マニュアルとか書いてある。はい、こんな感じでクリクリの部分が4つ入っております。製品マニュアルステップ1、あ、これ見ながらやっていこうか。じゃあこれ何これ、もう1枚やってる、何これ、あ、右左、なるほどね、めちゃめちゃ優しいじゃん。それでは骨幹の中修理に取り掛かりたいと思います。スタート。はい、じゃあまず1234本のネジを外していきます。そしたらこの部分から爪入れて外します。はい、こんな感じ、よいしょ、パカッと、そしたらバッテリー外していきます。で、バッテリーの後ろに1234箇所のネジがあるので外していきます。で、ネジを外し終わったらここのネジ外していきます。そしたらここのカバー外していきます。よいしょ、パカーンと、で、外したら1、2箇所のネジを外していくんだけれども、この茶色い線全部取っちゃおう。でね、この線切りやすいからマジで気をつけて。この裏にネジがあるんだけど、ここぶち切れる可能性めっちゃ高いからマジ気をつけて。ここから抜くよ。これちょっと引っ張っただけで断線するから気をつけて。で、これを外していくためにこの青いコネクタを外していきます。よいしょ。で、2本のネジ外すよ。はい、そしたらこれが外れます。よいしょ、よいしょ。はい、摘出完了でございます。そしたら新しい部品に付け替えます。チーンで固定していきます。よし、1個目クリア。今のは左側の直しだね。じゃあ次、右の直しやっていきます。同じように1234本のネジ外していきます。左右で外すネジの本数と固定箇所が変わるので気をつけないとね。あと線がめちゃめちゃ弱いので、めんどくさがらずに全部外した方が失敗がなくて済むので。はい、外しました。で、ここに茶色い線2本あるので気をつけてね。でね、ここにバッテリーの横にあるこれはアンテナなので気をつけてね。なんか外れちゃうと、あれこれどこについてたんだっけってなるので、左のコントローラーと外し方が異なります。1、2、
3本のネジを外していきます。で、早めにこの茶色い線2本外しちゃいます。よいしょ、そしたらバッテリーごとカバーを外しちゃいます。よいしょ、見えるかな、茶色い線が薄くあるの分かる、これ外します。それでガチャーンと外れました。じゃあ同じようにここの2箇所のネジ外してこの青い線取っちゃおう。よいしょ、よいしょ、でこれ外していきます。よし、はい、摘出完了。ここに新しいグリグリをつけてあげましょう。ごめんね、かなり見えにくいんだけど、ここで、このコネクタの上の蓋をパターンしてあげます。よいしょ、よいしょ、はい、OK。で、蓋閉じて、このアンテナのやつをここに挟んであげて、よいしょ。そしたらこの耳の部分つけてあげて、そしたら1、2、3のネジをつけていきます。そしたら閉じる前にこの2箇所の配線をつないでいきます。よいしょ、いった。あとネジ止めしていきます。よし、できた。あ、ごめんね、あのカメラのメモリマックスになっちゃった。じゃあちょっと携帯で撮るね。実際に動かしてみようか。これこうやってやるんでしょ、こうやって、よいしょ、はい。で、どうやってやるの、これどうやってやるの。じゃあこっちのテストするよ。はい、大丈夫そうだね。じゃあ今度こっち、はい、クリア、大丈夫そうだね。乗った、うん、全ボタン OK。 あー疲れた。なんか思ったよりかなり難易度高いぞこれ。あ、説明書はね、途中で読むのやめた。ほんとね、まずピンセット必要、ピンセット2種類のピンセットが必要だと思いました。広い面はこっちで、ものすごい狭いところにこう配線を取るときはこの細いやつでね。ビットに関しても、あの1種類のビットじゃ無理だった、2種類のビットが必要です。3つパターンと4つパターンでネジ穴の深さが違うので交換必須だね。そんな感じで、簡単に交換できると思ったんだけど、とんでもなかったね。かなり配線の方がシビアな感じでした。コネクタもただ刺しゃいいコネクタのやつと、コネクタの上にこう爪があって、爪を開けてから配線してパタンって締めるタイプの2種類があったので、やっぱり指だときついんで、そういう時はピンセットが必要なんじゃないかなって思います。これはね、難易度高いから気軽に挑戦しない方がいいと思います。かなりシビアだから、うん、乱視の人も結構きついかもしれない。ご参考になれば幸いです。それでは。